BL を知らない人が想像する BL 漫画って、やたらとキラキラした男同士が、過激でエチエチなことをするというイメージがあると思うのですが、そうじゃない漫画もたくさんあります。例えば、少年漫画というジャンルでも、脳肉をクチュクチュされたりするようなグロい漫画もあれば、エログロ一切なしの超健全なスポーツ漫画もありますよね。それと一緒で BL 漫画といっても過激なものから健全なものまで非常に幅広いんです。というわけで今回は BL を全く読んだことがない方のために、過激な描写なしの、BL 完全初心者におすすめの BL 漫画を紹介していきます。完全初心者向けなので、お財布にも優しい、短い巻数で完結する漫画限定にしました。そこそこ長い漫画はまた今度紹介します。初心者向け BL 漫画3作品、BL じゃないけど BL っぽい漫画3作品、合計6作品紹介していきます。初心者向け BL、1作品目、同級生、ハライチの岩井さんも大絶賛してる漫画で、BL 初心者はとりあえずこれから読んどけば OK。ちなみに私も同級生との出会いは、ハライチ岩井さんがおすすめしてたのと、声優の杉田智和さんが Twitter で同級生の映画を見に行ったことをつぶやいてたのがきっかけでした。金髪で不良のバンドマンと、黒髪で真面目な優等生が出会う話で、真面目に、ゆっくり、恋をしよう、というキャッチコピー通り、超ピュアな青春ストーリーです。一応続編も何冊か出ていますが、同級生一冊でも綺麗な終わり方をしているので、とりあえずこの同級生一冊を買って読んでみて、もし続きが気になるなら続編を買えばいいと思います。2作品目、日だまりが聞こえる、BL 超初心者向きで、普段 BL 読まない人でも超読みやすい漫画、難聴を抱える男の子が、底抜けに明るい男の子と出会い、少しずつ前向きになっていく、優しくて心が洗われるような話です。これも続編が何冊か出ていますが、とりあえずこの1冊だけ読んでみて、続きが気になったら続編を買えばいいと思います。3作品目、ハイブリッドチャイルド、純情ロマンチカや世界一初恋で知られる、中村俊菊先生原作で、持ち主の愛情を反映して成長するという不思議な人形、ハイブリッドチャイルドをめぐる、短編3作で構成されたオムニバス形式の切ない純愛物語です。続編とかはなく、これ一巻だけで完結で、クソエモくて辛くて泣けます。ただ、中村俊菊先生の作画は結構独特で、絵の癖がすごくて読みにくいんじゃーという方は、OVA がおすすめ、美しい作画で声優さんも超豪華、特に最後の、黒田と月島の話での、声優さんの熱演は何度見ても心震えます。下の説明欄に OVA の PV の URL を貼っておくので、ぜひ PV だけでも見てみてください。BL じゃないけど BL っぽい漫画、一作品目、カラオケ行こう、中学生で合唱部部長の男の子が、なぜかヤクザに頼まれて、カラオケで歌のレッスンをするという奇妙な話、アメトークや川島山内の漫画沼など、テレビでもよく紹介されていて、芸人さんの間でも大人気の漫画、BL 買うの恥ずかしいよーって人は、こういうブロマンス系の漫画なら堂々と買って読めると思います。一巻だけで綺麗に完結していますが、今不定期でこれの続編、ファミレスエコ、が連載されてます。二作品目、頑張れ中村くん、ゲイでシャイな主人公、中村は広瀬という男の子に一目惚れして、毎日ドキドキが止まらない、という話。一応ジャンルは BL ですが、BL というよりラブコメという感じの内容で、こちらも川島山内の漫画沼で紹介されてました。レトロで可愛らしい絵柄で、部屋に飾ってもおしゃれな表紙です。現在2巻まで出てますが、1巻だけでも綺麗に終わってるので、気になった方はぜひ。3作品目、ワンルームエンジェル、毎日を惰性で生きてるやさぐれ男の前に、突然正体不明の天使が現れ、奇妙な同性生活が始まる、という話。伏線の張り方、回収が素晴らしく、これはマジで全人類読んでほしい。むしろ普段 BL なんか絶対に読まないような、カレー臭まき散らかしてるハゲタおっさんとかに読んでほしいです。こちらも一応ジャンルは BL ですが、BL 的な描写は皆無です。続編はなく、この一巻だけで完結してます。今回は短い巻数の BL 初心者向けを紹介しましたが、そこそこ巻数ある BL 初心者向けはまたいつか紹介したいと思います。というわけで今回は以上となります。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。